2014年9月20日この日はベイビーレイズデビュー2周年の記念ライブ。いつものライブならテンション高くリハーサル前からじゃれ合ってくる彼女たちだが、今日はいつもと様子が違う。はい、ベイビーレイズです。これからリハーサルをさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リハーサルに入ってもその空気は変わらない。異様な緊張感がステージを包む。それにはある理由が。遡ること数ヶ月前、武道館公演を開催するための条件として彼女たちに突きつけられた試練。もし日本武道館公演を開催するための1万人分の署名を集めることができなければ、武道館の予約をキャンセル、年末で解散です。9月20日の2周年記念ライブまでに1万人の署名を集めることができなければ解散。グループ存続か解散か、今日はその審判が下る時。今後の人生を左右すると言っても過言ではない瞬間。彼女たちに今の心境を聞くことができた。不安とか恐怖とかいろんな気持ちがありますけど、やっぱり後悔はしたくないので、なんかまあ最後じゃないけど、自分にとってもファンの皆さんにとってもみんなにとってよかったって最後なるライブを作れたらいいなって思います。やれることは全力でやってきたと思うので悔いはないです。不安というか、怖いです。結果聞くのが自分的に大丈夫っしょって思ってるんで、多分今回もなんとかなるはずです。怖くて寝れませんでした。なんかこの日で今までのなんか頑張りとか、虎川さんのフライング危ない、なんかその私たちの思いとか、虎川さんの思いとか、スタッフさんの思いとか全部このちょっと待ってください。プレッシャーは極限に達していた。ベイビーレイズ、乗り込み乗っ取りというアイドルらしからぬテーマを掲げ2012年に結成。これまで数々のステージを乗っ取りファンを獲得してきた。最初は一曲歌うだけで息が切れてしまっていたか弱き乙女たちは、想像を絶する修行や道場での稽古など過酷な試練を乗り越え、ステージを重ねることで立派なプロのアイドルへと成長した。その成長に比例するように CD 売上枚数も上昇。 NHK 朝の連続テレビ小説あまちゃんの挿入歌、暦の上ではディセンバーや、フジテレビめちゃイケのエンディング曲恋はパニックなど、数々のヒット作も生まれた。そんな彼女たちがデビューと同時に背負った重い公約、それはデビューしてから2年で武道館公演ができなければ解散。その運命の発表が刻一刻と迫っていた。今日が私たちにとってすごくどっちの結果に行っても大事な日になると思います。悔いのないように最高に虎川さんとスタッフさんとこのベイビーレイズチームで楽しんでいきましょう。もういい結果が出ることしか考えられないぐらい、みんなと2ヶ月1万人署名頑張れたと思います。いい結果が出たときはみんなで
抱き合って死ぬほど喜びましょう。いけるぞ、レイズレイズベビーレイズ。いおいおい。そして始まったライブ本番。果たして彼女たちの運命は。いよいよ一枚に署名の結果を発表したいと思います。その署名の、うん、結果がですね、はい、なんと、はい、ここにただのパネルだと思っただろう。びっくりじゃない？ここに貼ってあるんですよ。リーダーここはリーダー、リーダー当たり前じゃん、みんなのリーダーなんだから。じゃああれだな、3人1だな、うん、みんなでみんなも言って、3人1みんなでよ、みんなでよ、せーの、気を取り直して、せーの、3、2、1、結果は13872人。見事1万人署名を達成し、武道館公演への切符を手に入れた。後日武道館ライブが決まった今の心境を聞いてみると、不安引き締まり60、楽しみ40。やるからにはちゃんと埋まってる景色を見たいし、本当に私たちの気持ちと一緒になってこう前へ向いてくださってるので、多分私たちが埋まってなくて悲しかったら多分同じ悲しい気持ちになるだろうし、埋まってすごい私たちが本当に心の底から笑顔でステージに立てたら、虎川さんもすごいこっちも気持ちいいだろうし、全力で楽しもうって思えるだろうしっていう考えです。期待を確かにしてるかもしれないけど、その期待に応えるっていうかは、もうみんなで一緒に武道館に立ってるっていう、たくさんの応援してくれるファンの人たちとベイビーデイズ5人一緒にステージに立ってるっていう気持ちでやりたいなって、なんか同じこう目線っていうのか、こう気持ちで武道館を開催したいなって思います。背伸びしすぎても多分見に来てくださる方は求めてないと思うので、今のベイビーレイズでどれだけ武道館に来てくださった方を魅了できるかというか、武道館が小さく見えるって言われるぐらい大きくパフォーマンスとかできたらいいなと思います。結成当時からの目標をまだライブ自体やっていませんけど、達成できたということなので、やっぱり武道館に立って武道館のそのライブが終わってしまったら、自分の中で安心してどこか力を抜けてしまうんじゃないかっていうのは常々不安であるので、そうならないようにしていきたいなと思いました。集大成っていうのでもいいんですけど、そしたらちょっとなんかつまんないし終わっちゃう感じしちゃうんで、これから先を絶え間の努力で武道館への道を切り開いたベイビーレイズ、その進撃はとどまらない。さらに武道館直前には8枚目のシングル「トラトラタイガー」もリリース。武道館公演はもう目の前、夢のステージで一段と成長したベイビーレイズの姿を見せてほしい。以上、せーの、ベイビーレイズでした。ありがとうございました。